はい、本日はセブンイレブンの鶏だしのうまみ鶏雑炊を紹介。特に新製品ではない一方、セブンイレブンってこれで合うんだね。唯一この何ドライフーズの米が売っとるもんね。アマノフーズとかだと他のコンビニ探さなあかんけど、セブンだとこの米のやつがあるもんね。とりあえずじゃあ原材料名を見ていくと、特にあれだよね、低糖質向けに作った商品じゃないから、こんにゃくとか万難使ってないんだよね。唯一これだけレビューしてないんか。これでも地味にレベル高いと思うんだけどな。米食べたい人糖質制限に向いとるもんね、これ。手軽に食べれるし、調理簡単だし。で、こんにゃくとか万難ないから普通の米の食感に同等だし、内容量がちょっと少ないというぐらいか。それで栄養成分表示を見ると、20g あたり100キロカロリー以下、タンパク質が3あるんだ、脂質はほぼない感じ、糖質が14。これがあれか、茶碗一杯 150g の米が、白米がだいたい糖質約 55g か。そう考えると3分の1ぐらい、乾燥状態と水分含んだ状態とあれだ、一律にできんでね。それでは中を開けていきましょう。こんな感じの、今回ポップカラーにしたんだけど、どうだろう。2012年ぐらいだね、確か発売したんだ。最近ちょうどいいタイミングにお湯が沸いてきたところだ。綺麗にね、こんな感じですね。それでは湯を入れましょう。よっこい小一。170ってようわからんな、勘でこんなもん。よくかき混ぜて1分経っちゃうけど、これすぐ食べれたもんね。かき混ぜてみましょうか。すぐ食べれるよね、これ。あ、すごいね、これ。鶏だからかとか、カシオ入って。ねえ。この寄せ方がなかなか難しいね。人参も地味にあるし。20g で、そうだな、だから水分含んだ米換算すると、3倍か、 60g ぐらい。どっちにしろもう米3分の1に見えんよね。まあいいわ、食べてみましょう。こんなもんがね、いただきます。そうだな、半分はあれか、言い過ぎか。三分の一でも少ないよね。いや、美味しい。鶏肉しっかりあるし。なんか下手になんだろう、こんにゃく米とか炊いたりなんか工夫する、これ食べた方が早いよね。だって、15ぐらいでしょ、糖質が。炭水化物換算だけど。こんにゃくとか、あっつ、あっつ、万難の弱点って、水分吸わんもんで米の食感出せんのだわ、どうしても。
大麦でもそう、結局水分吸わなきゃ、多少米入れると無理なんだわ、これ。いろいろ炊いて分かったんだわ。万難ご飯だったら、あ、でもこれ、鶏の繊維みたいなの美味しい。普通の白米混ぜとるもんで食感出せるもんで、白米の比率がなくなると、逆に水分吸わんもんで、重量が軽くなって 100g 換算の糖質が低くならんだわ。美味しいなわけ。水分を含むでやっぱ3分の1は俺、そうだな、半分、3分の1、2.5 分の1ぐらい。半分はないわな。食べた感じは。ってことはこれ3杯食べると14でしょ。3、4、12、52だで。白米1杯分ってこと。これ3杯で白米1杯はデラ多いな、量が。デラ腹膨れると。これいいわ、このシリーズ。結構重宝しとる。で、これ同じセブンで言ったら、なんかああいう味噌汁とかさ、なんだよ。辛いなんか豆腐入った汁あるわ。名前でこの、タンナンとか麺とかなんか。あれにぶっこんで、なんかぶっこめしにしても合うもんね。タンパク質が取れんっていうのが弱点だから。これ結構腹持ちいいし、重宝しとるの。天野フーズのもなんか全部試したいけどね。なかなか売ってないもん、あれ通販で買わなかんだけど。1個からしか買えんのね。ごちそうさまでした。いや、これ本当に、糖質制限して、ご飯食べたい人にデラおすすめなんだ、これ。昔から売ってて、なかなか目立ってないんだけど、デラ貴重な存在だと思うんだわ。まあね、値段も安いし、で、味の品質も高いし、調理がなんといってもなんていうの、湯かけてすぐ食べるだけで。手間いらずっていうの、カップがないっていうだけだけど、乾燥だもんで賞味期限持つし、保存できるし、カップラーメン食べるぐらいだったらあれだろうね、低糖質なカップラーメンってそんなに変わらんもんね。ただ内容量がやっぱ少ないっていうだけで、もこれ2つ食べてもギリギリ30ないか。これ結構これ1杯でもまあまああれなんだけど、水分あるで微妙になんか知られてない存在だと思うんだけど、なんかあれかな、ネームバリューないであんまみんなこういうのレビューしんのかな。結構目つけとんだけど、まあ、そんな感じでセブンの鶏雑炊でした。終わりー。